どうもいつもお世話になっております、抜け丸です。今回は僕ゼロヌス討滅戦の解説動画になります。内容はこのような図解を用いてギミックを解説していきます。それではよろしくお願いします。アビサルノックス、 HP1 になる死の宣告付きの全体攻撃です。 HP を全開にして死の宣告を解除しましょう。その後床の範囲が2連続できます。図で表すとこのような感じに、1回目のアンチから2回目のアンチに駆け込みましょう。漆黒の熱線、直線頭割りの連続攻撃です。特に先頭の2人が痛いのでタンクが先頭で受けましょう。ダークマター、タンクロール2人に強攻撃です。ビセラルワール、爪で引っかくように D 字に範囲がきます。その後フィールドに出現した3箇所の予兆から X 字範囲がきます。 X 字のアンチは T 字の下の部分に必ずアンチがあります。 T の下の部分ってどこ？ここのこと言ってます。図で言うとこの下の部分の3箇所のどこかがアンチになります。考え方の一つですが、T 字の下の部分から対角を見た時にライン上に X 字予兆がないところを見つけます。そこがアンチになります。他にも見ましょうか。これは真ん中のラインがないですね。ということでアンチはここになります。次はこのラインがないですね。アンチはここになります。なんとなく見えてきましたかね。あとは実際にやって慣れたら見分けられるようになると思います。実際にも見てみましょう。対角見て X 字がないラインを探そう。ではもう一つ、 X 字の配置は全部で5パターンくらいかな。フレア、塔が2つ出現し、近接組と遠隔組に分かれて塔の頭割りを受けます。北西を近接、南東を遠隔が担当しましょう。その後塔に降ってきた火の玉から直線範囲が4本ずつ来るのでアンチに駆け込みましょう。ここのアンチは多分3パターンです。ボイドバイオ、緑の玉が出現し時間差で南に移動してきます。一緒にビセラルワールも来るので緑の玉を避けながらアンチに行きましょう。ちなみにぶつかってしまうと痛い継続ダメージをもらいます。ビッグバーン、全員に円形範囲が来ます。同時にランダムで床範囲も来ているので避けながら3回しましょう。ここは近接組が来た、遠隔組が南で3回するのがいいと思います。締めに全体攻撃が来ますので軽減をしっかりしましょう。いろいろなデバフが付与されます。ボイドメテオ、複数の岩が落ちてくるところから距離減衰攻撃が来るので中央付近で受けます。メテオインパクト、その後さらに南の隕石から単平組、DPS 組に分かれて距離減衰の線がつきます。線の対象には一定時間後、隕石から岩が直線で飛んできます。ここは距離を離さないと対象に大ダメージ、岩をフィールドの岩に当ててしまうと大爆発が起こるギミックです。岩に当てないように距離減衰の線を伸ばしましょう。先に線がついたロールから岩を置きますが、単平組、
TPS 組のどちらが先に処理するかはランダムです。ここ今回の一番難しいところなので詳しく説明します。こうやって多数の岩が落ちてきます。南側にある隕石からタンヒラ組または DPS 組に距離減衰の線が伸びます。この隕石からまた岩が飛んでくるんですが、他の岩に当てるとワイプだったり離す距離が足りないと死んだりします。で、青の予兆の先端に岩が落ちてくるんですが、それをこういった隙間に置きたいギミックなんです。そしてこの岩たちに角度を制限されている中置かないといけません。線はこんな感じになり、岩を置く大体の目安の場所はこんな感じです。ですので先に線がついた方はこのように最大距離取れるような形で岩を置きます。先に置いた岩を青で着色しました。次に後から線がついた組はまた最大距離を取ってこのように置きます。後から置いた方を赤に着色しました。ちゃんと処理するならこのような方法だと思いますが、4人中1人が距離減衰が短い距離で捨てるという方法も出てくるかもしれませんね。ただタンク以外は死ぬと思います。実際にまた見てみましょう。 DPS が先ですね。ちなみに岩に当てる距離だとこのように予兆が赤くなります。先に置く組が奥に詰めることで後から置く人たちが楽になります。ですので最大距離を取るコツとしては、先にぶつかるくらい伸ばして予兆を赤くし、そこから青くなるように調節するのがいいと思います。また岩を置く番じゃない人は直線範囲に当たらないよう関係ない岩に重なっておくといいかもです。うまく受けたらそれぞれの岩から範囲が出て岩が消滅します。ビセラルワール、ここは鎖とセットになっています。アンチはほぼ対角に出るので、 DPS は北側、タンヒラは南側を使ってアンチに向かいながら鎖を切りましょう。またアンチで加速度爆弾のカウントが始まるので、ゼロになる前に動きを止めましょう。その後3箇所の X 字のアンチに駆け込みます。そして全員に円形範囲予兆がつくので3回します。ここ北側が大変混み合いますので、遠隔組が南側のアンチに行くことができれば予兆がついた時の3回がやりやすいです。ダークマター、2回目のダークマターではタンクロール2人の強攻撃に加えて同時に頭割りとサンダーの半身捨てが発生します。ちなみに加速度とかサンダーはビッグバーンの時にすでについているので、事前に DPS は自分にサンダーのデバフがついているかを確認しましょう。黒竜戦、ランダムで1人に青玉がつき、一定時間後にブラックホールを派生させます。さらにノーマルでもあった回転する直線ビームが来ますが、僕は予兆がありません。ボスの体が向いている方向で判断し、青玉の人はそのアンチの角にブラックホールを置いてきましょう。そこからブラックホールが広がってきます。思ったよりも早いので飲み込まれないように置いたら逃げましょう。他の7人はブラックホールに当たらないようにアンチで待機し、回転する直線ビームを追いかけるようにしてブラックホールから逃げましょう。ビッグクランチ、ランダム床範囲に加えて全員に円形範囲が来ます。その後全体攻撃が来るのでしっかり軽減をしましょう。アビサルノックス、開幕に来た HP が1になる死の宣告付きの全体攻撃からの床範囲が2連続で来ます。漆黒の熱戦、タンク2人が戦闘で受ける直線頭割りの連続攻撃です。フレアスパークまたはフレアブランド、塔が横に2つ出現し、 MT 組と ST 組に分かれて塔の頭割りを受けます。その後
塔に降ってきた火の玉から直線範囲が4本ずつ来ますが、ここのアンチは四隅で固定です。アンチについたら、手や頭周りまたは全員に円形範囲が来ます。判断するのは塔出現時の映像で、フレアスパークだったら3回で、フレアブランドだったら手や頭周りです。これはスパークだったので3回ですね。ノックス。少しだけ戻りますが、ランダム2人に追尾型範囲の予兆がつきます。ついている人は、火の玉の範囲を避けた後、時計回りに捨てていきましょう。同じアンチのペアで、2人ともつく場合もありますが、重ねて捨てても問題ないので、変わらず時計回りに捨てましょう。ボイドバイオ。下から緑の玉が迫ってくるやつですね。でした。ボスの HP が 23% で次のフェーズに移行してしまっています。この後の流れは、T 字範囲から X 字3箇所のビゼラルワール、タンク強攻撃のダークマターが来ます。続いて、先ほど来ていない方のフレアスパーク、またはフレアブランドが来て、フェーズ以降までずっと AA が続きます。先ほどは、スパークを見たので、ブランドだけ確認しておきましょう。フレアブランド。西が MT 組。東が ST 組で塔に入った後、ブランドなのでアンチでペア頭割りをします。追尾範囲がついている人は時計回りに外周を回り、他の人は中央に戻りましょう。では、フェーズ移行後に戻ります。次元干渉。先ほども言いましたが、ボスの HP が 23% 以下でフェーズが移行します。まずは全体攻撃の後、ランダムで複数の円形範囲が来るので避けましょう。望郷。全体攻撃の床パンチ4回の後に、同じく全体攻撃の方向を3回連続でしてきます。最後の大方向は結構痛いのでしっかり軽減をしましょう。アビサルフロー、1回目。西側外周の割れ目から直線攻撃に加えて、8人頭割りか、ペア頭割りか、3回が来ます。ペア頭割りと3回は近接が来た、遠隔が南のアンチを利用しましょう。これは3回で、着弾した場所に連続でアクラアイという範囲が来ます。このように移動が遅いと複数被弾するので、着弾したと思ったらすぐ移動しましょう。アビサルネイル、1回目。まずは中央に集まって、西側外周からのビーム位置を確認し、ボスから来る奥義範囲を確認します。奥義範囲の避け方は、なるべく早く範囲が来る一つを覚えて、同じところには来ないので、そこが終わったら駆け込むっていう避け方です。できたら奥義範囲1個分の余裕があるように避けましょう。具体的にこのような順番で範囲が来たら、このように避ける感じです。もう一度見てみましょう。西側外周からのビーム位置を確認し、ボスから来る奥義範囲を確認します。そして、ガンダム床範囲を避けながら奥義範囲を避けていきます。範囲が出たら基本3回です。アビサルフロー、2回目。西からの直線範囲と、8人頭割り、ペア、3回のどれかが来ます。今回は8人頭割りですね。アビサルネイル、2回目。奥義範囲と西側外周からのビーム位置を確認し、ランダム床範囲を避けましょう。今回は西側ビームは北なので、中央で奥義範囲を避けます。被弾しちゃいましたね。このように一つ踏んでも死にはしないので、ヒラさんには迷惑をかけますが、複数は踏まないようにしましょう。床範囲が出たので避けます。望郷、床パンチ4回と、方向3回の全体攻撃です。この後はまたアビサルフローからアビサルネイルの流れがまた始まります。そういえばアビサルフローのペア3回だけなかったのでそれを見てみましょう。近接組と遠隔組で南北に分かれてペア頭割りをします。ではではこれで全て見たと思いますので、僕ゼロムスの解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いなと思っていただけたら、
グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。